これは飲む水素よりも100倍効果あるっていうんで、すぐに買いました。2ヶ月後の3月に病院との約束の検査を受けました。肝心の肺の腫瘍ですが、14ミリから変化はありませんでした。ということで医者との話し合いの結果、手術は当分見合わせることになりました。今後は、プロ大好き人間になって病と向き合っていきます。